背番号2番清水理沙、ディフェンダー背番号5番宮川麻子、ミッドフィルダー背番号10番茂木優花、ミッドフィルダー背番号8番三浦奈美、ミッドフィルダー背番号17番菅野音、フォワード背番号11番小林理香子、フォワード背番号9番田中美奈、フォワード背番号15番宮沢ひなた、リザーブメンバーです。ゴールキーパー背番号16番西村清香、ディフェンダー背番号13番松田志乃、ミッドフィルダー背番号7番中里優、ミッドフィルダー背番号14番長谷川優衣、フォワード背番号18番遠藤純、フォワード背番号19番植木理子、そして監督は永田正人監督です。以上が日テレブレイジャー本日のメンバーです。本日も熱いご出演よろしくお願いいたします。
まあまあ、いや、頑張る。だいぶ頑張るよね。まあ、ボリュースはね、本当に僕のチャンスすごいチームだと、そうそう、大気圏の守備がね、そうおっしゃってましたよね、ちょっと意外なんだけど。一戦一戦の結果が順位に大きく影響するシーズン後半、国内最高峰の女子サッカーなでしこリーグは残り3節の戦いになりました。
2019プレナスなでしこリーグ1部、今シーズンは各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。この時間は第16節日テレベレーザ対アイナック神戸レオネッサの一戦を東京都北区ベレーザのホーム味の素フィールド西ヶ丘からお届けします。実況担当は滝沢雄一です。現在上空は曇り空、少し青空も見えますが日差しはなく涼しく柔らかい秋の風です。降水確率東京地方午後6時までは 10% です。日中の予想最高気温は24度となっていますが湿度がほとんどありません。過ごしやすいスポーツ日和となっています。味の素フィールド西ヶ丘、観客席がかなり埋まってまいりました。もう8割ぐらいはこの試合開始前に埋まっている状況、バックスタンドは座る席がほとんどないぐらいのそのような観衆の注目度というふうになっています。今日は日テレベレーザ対アイナック神戸レオネッサ、2位日テレ対神戸、3位神戸の直接対決です。非常に注目のゲームがこの後午後3時キックオフとなっています。改めてプレナスなでしこリーグ1部15節まで終わりました。現在優勝争い、首位は浦和レッズレディース勝ち点は33、2位の日テレベレーザが勝ち点30ですが1試合消化が少ない状況、14試合を終えての勝ち点30、そして3位がアイナック神戸で勝ち点27となっています。前節アイナック神戸が浦和レッズレディースとの直接対決を2対1で制しまして浦和の連勝を6で止める大きな勝ち点3を挙げました。この結果アイナック神戸レオネッサは優勝の可能性を残しました。一方日テレベレーザは日体大フィールズ横浜に6対1で快勝し浦和との勝ち点差を3ポイントに詰めました。一試合日テレは消化が少ないため自力優勝が復活した形になります。そんな中で迎える2位日テレ、3位アイナック神戸、勝ち点差3差の両者が直接対決、舞台は味の素フィールド西ヶ丘です。両チームの選手が入場してきました。手前側全身緑のユニフォームがおなじみ日テレベレーザ、史上初のなでしこリーグ1部5連覇を目指して自力優勝の可能性を復活させこのアイナック神戸との大一番を迎えました。そして画面向こう、今日は全身シルバーのセカンドユニフォームがアイナック神戸レオネッサ、前節は浦和との大きな一戦鹿島スタジアムで初めて行われたこのホームゲームで見事2対1勝利を飾りました。いわゆる自力優勝はないんですが、そんな中でも大逆転の優勝を残しています、可能性残しています。黙祷。皆様ご着席ください。先週の台風19号、東日本に甚大な被害をもたらしました。その犠牲者への黙祷が捧げられました。スカイライトコンサルティング株式会社代表取締役阿部俊樹様です。阿部俊樹様どうぞよろしくお願いいたします。今日は日テレベレーザリベンジ5000人満員プロジェクトとして、今この黒の T シャツ
緑の陣に黒の T シャツを着てらっしゃいますが、まあ、先着来場者5000名にベレーザオリジナル T シャツを配布しています。まあ、昨シーズンも同じプロジェクトを実施しまして、惜しくもまあ観客数が4663人と5000に届かなかった。そんな中でこのアイナック神戸との大一番で今年こそ5000人達成を目指しという、そんなプロジェクトも行われています。まあ、それを目指すべく8割方観客席は埋まっています。さあ、それでは日テレベレーザ対アイナック神戸レイノッサ両チームのスターティングメンバー、ベンチ入りのメンバーをご紹介します。まずは日テレベレーザです。ゴールキーパー山下、ディフェンス4バックは有吉、土光、清水、宮川、中盤ボランチ1アンカーに三浦、そして菅野と小林理香子、右に茂木優香、左に宮澤ひなた、前線は田中美奈です。ベンチはゴールキーパー西村以下、松田、中里優、長谷川優衣、遠藤純、植木理子が入っています。日テレベレーザです。一方こちらがアイナック神戸レオネッサ、ゴールキーパーが先発竹中玲、ディフェンス4バック高瀬、三宅、三浦、守屋、中盤ボランチは杉田ひなと伊藤美希、そして右のサイドに中島恵美、左に八坂芽衣、トップ下に増谷理香、最前線には岩渕真奈の予想です。控えのメンバーはゴールキーパー田尻理香、水野、福田由衣、中田亜佑、島袋、川野、京川舞となっています。アイナック神戸レオネッサを率いますのは鈴木俊監督、45歳、今シーズン指揮を取るのは2年目。今画面手前で、まあ、スーツを着て選手たちに円陣を促している方です。アイナック神戸、まあ、昨シーズンは全て日テレベレーザの前に、まあ、2位に終わるというリーグカップ皇后杯シルバーコレクターの返上というのが今シーズンの大命題。まあ、その中でまずリーグカップの決勝で日テレベレーザには決勝戦で敗れました。まあ、2位になってしまったという状況。こちらが日テレベレーザです。率いますのは日テレベレーザは永田雅人監督、同じく2年目です。永田監督は昨シーズン就任1年目でリーグカップ皇后杯3冠達成という偉業を成し遂げています。アイナック神戸の鈴木俊監督はベレーザ時代、ベレーザでコーチも務めたこともある、そんな古巣対戦ということにもなります。前半が始まりました。2019プレナスなでしこリーグ一部第16節、日テレブレーザ対アイナック神戸レオネッサ、舞台は味の素フィールド西ヶ丘です。風は今緩やかにバックスタンドからメインスタンド側に吹いている程度、ほとんど感じません。前半は左から右に攻めるのが全身シルバーのユニフォーム、アウェーのアイナック神戸レオネッサ、右から左に攻めるのがホームの日テレブレーザです。アイナック最終ラインは三浦、そして今右足で蹴ったのが守屋です。中島、ここで杉田下げて守屋から八坂芽衣、互いに4バックのこの布陣、まあ、4-2-3-1 が一つ特徴といいますか、今シーズンの基本的な布陣になっています。アイナック神戸ベレーザ陣内、クロスが入る、落として伊藤、しかしここでベレーザボールに変わります。
ベレーザ、左から宮沢が行きます。そして田中美奈、早速勝負に行く。田中がファーストシュート、ファーストシュート、ここは三浦さつきが入っていましたのでシュートに力ありませんでした。キャプテンマークの田中美奈です。バックスタンド側の観客席ではすでにもう立ち見も出ている状況です。まあ、ほぼもうバックスタンド埋まりました。メインスタンドも早い段階から1時間前からもう座席が埋まってきている状況、ゴール裏の席もほぼほぼ埋まってきています。ターンしました。神戸、右からクロスを入れる。このボールヘディングで合わせる。ポスト決まった。アイナック神戸レオネッサ先制。立ち上がりまだ3分経っていません。背番号2、森谷みやびです。キャプテン中島恵美の右からのクロス、合わせたのは左サイドバックの森谷みやびです。右膝の前十字靭帯の損傷からこの復帰して第11節からこのリーグ戦戻ってきた森谷みやび、この日テレベレーザ戦大きな先制点を挙げました。早くもベレーザゲームが始まって3分経たないところで動きました。立ち上がりに失点を喫した日テレベレーザです。もみき縦へ送る。岩渕が受けますが、さあ岩渕受ける、そのままボールキープ。仲間の上がりを待ちますが自ら仕掛けていってボールを出させます。神戸ボールになります。杉田、神戸、ここは右サイドバックの有吉沙織、一旦切る。立ち上がりの3分経たないところでアイナック神戸が森谷のヘディングで先制。さらにシュート、ここはキーパー山下。ここもまずは神戸ボール取って高瀬右サイド、神戸がややベレーザ陣内でボールを回す展開になっています。前からプレスをかけていきます神戸、ここでも取り返します。高瀬、そして中島、伊藤、一旦下げます。三浦、そして先制ゴールの森谷です。前節の浦和戦でなでしこリーグ通算100試合を達成した森谷みやび、それを祝うかのごとく裏へ抜けようかという岩渕でしたが、ここはキーパー山下。森谷みやびの、見事な遠目からのヘディングシュート決まりました。前半の手元の時計3分にアイナク神戸レオネッサが先制点を挙げています。
田中美奈、ベレーザもみきが絡もうとするが、ここでうっと最終ライン、ベレーザも高く設定します。有吉、今日は日テレベレーザセンターバックは4番のドッホーと2番の清水です。三浦、自ら運んでいきます。そして縦に入れるが森谷の足にかかります。菅野、右サイドバックの有吉が上がってきましたが一度下げる。ここでまた最終ラインから組み立てていく日テレベレーザです。どこを真由が下げて、清水梨沙がこのセンターバックポジション、左サイドバックに宮川麻と、右のサイドバックに有吉沙織です。今日の日テレベレーザ、宮川麻人、前節は欠場しました。そして10番の宮沢ひなたです。中へ送ってチャンスボール、菅野かわして左足ブロックしました。アイナック神戸ナイスディフェンスです。ただベレーザも持ち味であるこのボール回しからミッドフィルダーの菅野音が大きなシーンを作りました。ゲームが始まって間もなく8分です。互いに、一つボールポゼッションそして攻撃というのを特徴にしているチーム同士の対戦ですから、間違いなくこの面白いゲームが期待できる、そんな日テレベレーザとアイナック神戸レオネスタの一戦、口火を切ったのは森谷のヘディングシュートでした。神戸がすでに1点を取っています。背番号11は高瀬めぐみです。前節の浦和戦では大きな同点弾を決めました。アイナック神戸は最終ラインは右サイドバックに高瀬めぐみ、センターバックが三宅しおりと三浦さつき、左サイドバックに森谷みやびです。ツーボランチは杉田と伊藤、2列目に中島マスヤ、八坂芽衣、そして最前線には岩内真奈という、ここ最近は不動のメンバーになっています。鮫島が怪我で現在離脱している状況、そんな中センターバックに早稲田出身のルーキー三浦をここ3試合使っています。田中美奈ゴール前でここが下げる、三浦一旦つけてワンタッチで行こうというところですが、キーパーの竹中玲に戻りました。竹中玲はチームで唯一全試合フルタイム出場を果たしています。10月6日のなでしこジャパンカナダ戦にも招集されました。今日は両ゴールキーパーは現在のなでしこジャパン、キーパーに限らずベレーザからは現在11人、そして神戸からは5人なでしこジャパン A 代表に選出されています。最も代表選手を抱えているチーム同士の対戦です。国内最高峰、日本女子サッカーの最高峰の戦いにふさわしい日テレベレーザとアイナック神戸レオネスタの一戦、前半10分が過ぎています。1対0、アイナック神戸が3分に森谷みやびのヘディングシュートで先制しています。日テレベレーザの永田監督、テクニカルエリアの最前線に出てきまして、どうやら右のサイドバックの選手でしょうか、具体的な指示を与えていました。一方のアイナック神戸の鈴木監督はベンチから戦況を見つめています。清水左、日テレベレーザはフィールドプレーヤー全員神戸陣内入りました。宮沢カットイン、ここで中央を入れる。有吉、もみき、この選手は左利き、
田中通った。このボールはゴールラインを割りました。ただベレーザも先制点を許したもののその後徐々にボールを握り始めています。サイドそして中央を使いまして神戸陣内神戸ゴールを脅かしています。まあ、なんといっても日テレベレーザの魅力は得点力です。現在リーグダントストップの47得点です。14試合で47得点挙げています。最終ラインがポーンと蹴りました。日テレベレーザがリーグトップ この47得点、まあ、得失点が30プラス33ということで日テレベレーザ、まあ、1試合消化が少ない、まあ、自力優勝の可能性が復活したというのはもし浦和に勝ち点で並んだ場合でも得失点差で14点の差をつけていますので、まあ、非常にもう有利な状況ですので前節神戸が浦和を破ったというのはベレーザにとっては非常に大きなニュース、まあ、そんな中で迎えた、まあ、この神戸との大一番。ただその神戸が、まあ、自力優勝はないものの大逆転でのこの優勝をかけてベレーザ戦先制点を奪っています。アイナック神戸レオネッサ、まあ、このチームも一つ攻撃に特徴はあるんですが数字で言いますと失点が12、これがリーグで一番少ない数字です。まあ、ですので今日は日テレベレーザがリーグで最も点を取るチーム、そしてアイナック神戸レオネッサが最も失点が少ないチームという最強の矛である日テレベレーザ対最強の盾であるアイナック神戸レオネッサの一戦という見方もできます。まあ、ただ神戸も、まあ、決して守備だけのチームではありません。まあ、鈴木俊監督がここは左から崩そうというベレーザでありますが鈴木俊監督が、まあ、今シーズンは、まあ、ボールポゼッションつなぐサッカーや縦に速いサッカーで試合全体主導権を常に握るチームを目指している、そんなアイナック神戸であります。前半まもなく15分を迎えるところ、ボールの支配率は徐々にベレーザが支配するようになってきました。ここで抜いていってシュート、小林理香子背番号11スルッと抜けてきました。早い段階で失点したものの徐々にゲームを支配し始めている、ボールをポゼッションが多くなっている日テレベレーザ。左から宮澤ひなた、つくのは高瀬、高瀬を振り切って宮澤が左足でクロスを入れる、キーパーナイスキーパー武田カレー、コーナーキックです。日テレベレーザ背番号17の菅野音がボールに来ます。キーパーから離れていくアウトスイングのボールになります。前半16分です。風はバックスタンドからメインスタンド方向に吹いています。菅野のキックはファーサイド、杉田に当たりました。これは逆サイドのコーナーキックに変わります。
どうやら触る前にゴールラインを割っていたようです。ゴールキックです。さてアイナック神戸の鈴木俊監督が初めて今日テクニカルエリアに出てきました。杉田に今指示を与えています。このスーツ姿の後ろ盾が鈴木俊監督です。昨シーズンから監督に就任しています。まあ、日テレベレーザでは森前監督時代にコーチを務めていました。ここでぐっとマスヤがスイッチを入れました。キーパーの山下が縦へフィードを入れる。森谷、矢坂、伊藤、ワンタッチでうまく通りました。左サイド森谷も上がってくる。森谷が左足でクロスを入れて合わせられるか。こぼれてセカンドボール。ベレーザここはクリアです。神戸ボールのスローインです。立ち上がりの3分に森谷みやびの先制ゴールが生まれています。アイナック神戸、それは右サイドからのクロスでした。中島のクロスがありました。杉田中央に戻して伊藤です。サイドを変えるかなと思いましたが同じところ岩渕がこの位置でボールを受けます。岩渕が中へ、いいボールだ、チャンス。ここは打てるか、戻してシュート、ナイスキーパー、ビッグセーブです。山下彩香、決定的なシーンでした。マスヤニカのシュート、見事なパンチング。これはベレーザにとっては大きなシーンでした。完全にサイドを逆サイドに振られて数的有利な状況、アイナック神戸でした。神戸としては惜しい得点シーンを逃して、伊藤がここクロスを入れてキーパー山下取る。これがなでしこジャパン、日本女子のゴールマウスを守っています。このリーグ戦でも全試合フルタイム出場、ゴール前を他の選手に譲ったことがありません。ベレーザには日本代表のゴールキーパーがいます。ここは山下もビルドアップに参加します。神戸はこの位置ではプレスをかけません。あっと清水が運んで中盤でぐっとすぐに過ぎたと伊藤が食いついてきました。三浦成美、ここで崩していく。菅野と揉み木、サイドバックも上がってくる。有吉も、有吉が中盤の位置でこのビルドアップに形成するが、神戸ボールに変わります。ベレーザ戻ります。神戸は急ぎません。田中美奈、キーパーに下げます。竹中玲です。ベレーザが追いかけています。ここでもみきが右サイドから左サイドに移ってボールを追いかけてきました。ただそこをかいくぐって神戸縦パスをつけようとしますが、ベレーザボールに変わります。今度は左から宮川麻人、三浦、トランジション。さあ神戸ここはカウンターシチュエーション、チャンスです。右サイド大きく空いています。中島があって、岩渕があって、中島に振る。フリーだ、中島ふわっと柔らかいボール、このまだあります。杉田、
下げます。守屋、伊藤、ここは一旦左サイドからまた崩しにかかっていく神戸。左サイドバックの守屋も上がっていますが、おっとここでまた取り返しました。そしてスルーしてシュート、決定機でした。右にそれました。最後7番の中島恵美、左足のシュート。アイナック神戸、追加点のシーンが2回ありましたが、1回はキーパー山下のビッグセーブ、もう1回はシュートが右にそれました。まあ、これが今後のゲームにどう影響するか。すでに1点を先制しているアイナック神戸、まあ、ベレーザがボールを保持する時間は長くなりますが、そんな中でカウンターシチュエーションから決定機を作っています。ただリードはまだ1点。日テレベレーザ対アイナック神戸レオネッサ第16節、味の素フィールド西ヶ丘の一戦、1対0、アイナック神戸レオネッサが立ち上がりの3分に守屋みやびのヘディングシュートで先制しています。まあ、互いに決定機も多く、非常にエキサイティングな試合になっています。今日は日テレが今年こそは観客動員ホームゲーム5000人を達成するぞという、そんな大きなプロジェクト、まあ、その期待に応えるかのようなゲームを選手たちが見せています。観客席もかなり埋まっています。立ち見も出ています。トランジション、神戸、岩渕、三浦、守屋、縦入れる、さて日テレベレーザの永田監督、テクニカルエリアの最前線で、まあ、最終ラインへのこの指示を与えています。さあサイドを変えたところで永田監督は拍手を一回しました。サイドチェンジも積極的に行っていく日テレベレーザ。おっと三浦、ここです。激しいスライディングは伊藤、左に上がる、ここスペースあります。宮澤ひなた、ここは宮川麻人、そして田中湊は合いませんでした。今シーズンこそアイナック神戸はシルバーコレクターを返上する、そんな強い気持ち。ここはオフサイドはありません。マスヤ、キーパー山下正面です。伊藤が入ってくる、アイナック神戸、前節は首位の裏を叩きました。右サイド中島、岩渕、そして高瀬が上がってくる、下げて中島、伊藤、最終ラインはなでしこジャパンの三宅です。ここで増谷が受けて高瀬がフリー、宮澤ひなたが戻ります。アイナック神戸、その浦和戦を破った後、鈴木俊監督は粘り強い守備、そして奪ってからの攻撃というのを、
まあ、一つボールポゼッションを大事にするチームに対しては、まあ、ポイントに挙げていたと、可能性がある限り優勝を目指すというそういう指揮官の力強い言葉がありました。仕掛けていく、低いボール、田中美奈に収まった。さあ田中は弾き返します。もう一度右サイドバックの有吉が攻撃時には中盤の選手かのごとく中に入ってきます。この辺りのポジションチェンジといいますか流動的なところもベレーザの魅力です。宮川麻と宮澤ひな、田中美奈下がって受ける、前を向いた、ふわっと柔らかいボールで缶の音を走らせますがキーパーです。前半まもなく28分です。1対0、アイナック神戸レオネッサが前半の3分に守屋みやびのゴールで先制しています。日テレベレーザー今シーズンはここまで勝ち点は30、1試合消化が少ない状況で第16節迎えています。9勝3分け2敗、右サイド空いたチャンス、仕掛けるシュート、キーパー最後はもみ利き、攻守が目まぐるしく入れ替わる状況。杉田、そして守屋、ボックス内には岩渕と高瀬も入りました。守屋がクロスを入れる、岩渕一度下げる、岩渕が受けてここで仕掛ける、左には八坂が入りますがクロスを入れた、セカンドボール、ここで日テレボールに変わります。宮澤ひなたボール持って上がっていく、田中美奈が左で受けて、さあここでただしっかりとこのなでしこでの三宅がつきます。宮川麻人が上がってきた、三浦有吉も上がってくる、もう2人のセンターバックを残してほとんどまあ攻撃に参加しているような状況。日テレベレーザただここでボールポジション変わります。神戸ボール、ポーンと縦につける、中盤ボールが出ます。前半30分が過ぎました。3分に先制したアイナック神戸レオネッサ、左サイドバック、今ボールを持っている守屋みやびのヘディングシュートです。膝の怪我から復帰した守屋、前節なでしこリーグ通算100試合出場を達成しました。そんな中で迎えたこの日テレベレーザとの大一番で大きな先制ゴールを決めています。コンパクトな守備陣形、ミドルサード中盤に全選手が集まっている状況。ここで神戸がにボールが渡った、ショートカウンター、神戸、八坂が入って
ボックス内、森谷が食いつく、小林に加工との競り合い激しい、玉際もかなり激しくなっています。優勝をかけた一戦、そんな思いがひしひしと伝わってきます。マスヤポーンと浮かせて、森谷、そして伊藤、左から、ここで中へ入れようとしましたが、日テレボールに変わります。最終ライン、森谷からなでしこジャパン杉田、高瀬、三宅はここは右を使います。高瀬です。ただ日テレも、あ、これしっかりとマーク入ってもパスコースを制限しました。そしてボールを奪い返して、菅の音、前を向くが、そこにつくにはなでしこジャパン杉田ひな、これをかいくぐってもみきが右に振って小林に囲う、さらに有吉も上がってくるが、ここは森谷が蓋をしました。下げさせます、もみき、今度は向きを変えて中に入れて、田中美奈、うんと笛が鳴りました。ここはベレーザにファールがありました。田中美奈のファールを取りました。神戸ボールになります。さあこの時に神戸の鈴木俊監督がキャプテンの中島恵美を呼びました。アイナック神戸、非常に、まあ、優勝ということを考える上では、もうとにかく残り3試合は、まあ、全勝、まあ、そして、まあ、首位の浦和、取りこぼしを、まあ、他力本願になるんですが、まあ、それを、まあ、狙ってのこの大逆転での優勝の可能性を残しています。まあ、そのためにもこの2位の日テレベレーザとこの段階で勝ち点が並べるかどうか、まあ、今日の試合3ポイント取れるかどうか、それが非常に多くなっています。はっきりと言ってしまえば、今日3ポイントが取れなければ、まあ、ほぼほぼ、まあ、今シーズンのリーグ戦に関しては、まあ、優勝目がついえてしまう、そんな状況でもあります。ただ指揮官は可能性のある限り、まあ、優勝を目指すと、まあ、前節終了後にも言いました。まあ、そんな思いに応えるかのように、今日はこのベレーザから先制ゴールを奪っているアイナック神戸レオネッサ、今シーズン15試合を戦って失点は12、なでしこリーグ一部で最も失点の数が少ないチームであります。まあ、粘り強い守備、そして守備から攻撃への切り替えというのが、このいいゲームの時には生きてくるアイナック神戸レオネッサ、この史上初の5連覇を目指す日テレベレーザ相手に、ここまで追加点のチャンスも作っています。宮澤ひなた、カットインでシュートに行く、ナイスキーパー竹中、右手ワンハンドでボールを外に出しました。打つも打ったり、守るも守ったり、宮澤ひなたのシュート、ミドルシュートも素晴らしいものがありました。コーナーキックです、日テレベレーザです。ゴール前にはセンターバックの同行、さらには有吉も入っています。ファーサイドへのボール、こぼれます。4番のドコが追う、ドコがそのままクロスを入れる、ヘディングで弾きます。
ここは一旦クリアです。そのボールにグッといくが、ここはキーパーの山下です。両チーム、日テレベレーザは山下、そしてアイナック神戸は竹中と、まあ、まさにこのなでしこジャパンに選出されるにふさわしい素晴らしいゴールキーパーがチームを救っています。得点はわずかに1対0神戸リードですが、まあ、2点互いにもう 1点ずつ取っててもおかしくない、まあ、そんなゲームにもなっています。攻撃そして守りという意味において、まあ、非常にこの女子サッカーならではの白熱としたシーンを見せてくれています。前半まもなく38分です。スコアは0対1、アイナック神戸レオネッサがリード。立ち上がり3分の森谷のゴールです。スルーパス通るか、防ぎました三浦。左に振って八坂芽衣、これが通りました。神戸の選手が一気に押し寄せてくる。八坂が右に取って、そしてスルーパス岩渕シュート、キーパー山下こぼれた、詰められるか。おっとここは最後はディフェンス体入れました。ファールは取られません。最後は宮川麻人でしょうか。いや体を入れました。そして今度は小林理香子、一気に神戸陣内ボックス内です。もう切り替わりが早い。もみきが有吉、小林理香子からもみき、もみきがここでおっとかわしてクロスを入れる。ベレーザボールです。ボールを保持しながら相手の隙をついてくる、間合いを縫ってくる日テレベレーザですが、ここでトランジション、ボール出しをしました。あ、ただ岩渕出しどころはあるか。ゆっくりとボールを持って味方の上がりも確認しながら、右の中島がフリーです。中に選手が入ってきますが、ここは急ぎません。神戸下げます。杉田、最終ライン三宅、そして三浦です。左に振って森谷、みやび、日テレボールに変わります。ここはカウンターを阻止できましたベレーザ。もみき、どこ、有吉、中盤ここで潰しにかかる神戸。神戸は杉田と伊藤がかなりこのチェックをしながら、ベレーザの中央への縦パスを封じようとしています。ポンと右に出す三浦、今度は左、宮川麻人、宮澤ひなたが左を大きく取っていますが、宮川は中使って田中美奈、まだある宮川、ここで宮澤渡った、宮澤仕掛ける、クロスを入れる、柔らかいボールは逆サイド、ゴールラインを割りました。ただいい仕掛けを見せます。背番号15、日テレベレーザ宮澤ひなた、19歳、カナダ戦で代表にも招集されました。昨シーズンの新人賞、まあ、それにふさわしい活躍。今シーズンも日テレベレーザ全試合に出場して、ここまで3得点、
チーム史上初の5連覇に19歳のこの若き選手が貢献しています。清水と土光、土光がここで縦に入れて逆サイドに通ればというところですが、ああ清水が今度は一気にこの左、いや岩渕へのパスをカットしました。今日はセンターバックは清水と土光です。前半も時間がなくなってきました。立ち上がり3分のゴール、アイナック神戸レオネッサ森谷雅です。まあ、その後両チームとも決定的なシーンがある中で、まあ、キーパーのファインセーブ、そして粘り強い守備でスコアは0対1、そのままゲームが進んでいます。ただ非常にこのエキサイティングなゲームを繰り広げています。味の素フィールド西ヶ丘、監修、まあ、ほぼこの客席座る席は埋まってるんじゃないかなという、まあ、試合開始前からもう立ち見が出ている状況ですから、この見に来た監修の皆さんも大いに沸き立つそんなゲーム。ここで宮澤、低いボール、ここは伊藤、ただ狙いとしては小林理香子。アイナック神戸はとにかく田中美奈に前を向かせない、ゴール前でボールを持たせて前を向かせないことを徹底しています。田中美奈が立ち上がりにシュート1本打ちましたが力のないもの、まあ、それ以降はシュートシーンが見られません。まあ、それもそのはず、19ゴールここ5試合で10点上げている選手が日テレベレーザにはいます。まあ、得点王に向かって爆進中の田中美奈が背番号9、最前線に日テレベレーザいます。まあ、神戸としてもこの選手に点を取らせるとゲームの流れが一気に変わるということはよく分かっている。そんな中、さあその田中美奈前を向いて自ら仕掛けていくが体を入れた、16番の三浦さつき、ただファールになりました。早稲田出身のルーキーが果敢に田中美奈に体を当てていきましたが、ここはファール。田中美奈のこのドリブルからゴールほぼ正面でのいい位置のフリーキックを手にしました。キッカーにはもちろん背番号10の籾木優香です。今シーズンここまで2得点、この前の代表カナダ戦でも途中出場でゴールを奪っています。もみきと有吉がいますが、多分この位置ですと左の方がいいと思うんで、もみきが蹴るんではないでしょうか。壁は6枚神戸作っています。6枚7枚作っているが、もみきのキックは狙ってくるが、わずか左にそれていった。前半の追加タイムは1分と表示されました。アディショナルタイム、3分にアイナック神戸レオネッサ森谷みやびのゴール。そこからスコアは動いていません。ただ多くの決定的なシーン、沸かせるシーンが生まれています。この試合ここで長い笛、前半が終わりました。1分経たない間にこの主審の岩木さん笛を吹きました。前半が終わっています。2019プレナスなでしこリーグ一部第16節、日テレベレーザ対アイナック神戸レオネッサ、2位日テレ対3位神戸の直接対決は、前半3分にアイナック神戸森谷みやびの先制ゴール、その0対1 1点リード神戸リードで後半戦に入っていきます。それではこれからハーフタイムです。後半が始まるまで今しばらくお待ちください。
ぜひお越しいただき、選手への
ニュースハウスは2位、ファッシーインです。
2019プレナスなでしこリーグ一部第16節、日テレベレーザ対アイナク神戸レオネッサ、これから後半戦が始まります。前半を終えて0対1、アイナク神戸レオネッサが森谷みやびの先制ゴール。後半戦が今キックオフされました。後半は左エンドに全身緑ホームの日テレベレーザ、右エンドにアウェー全身シルバーのアイナク神戸レオネッサとなっています。会場は味の素フィールド西ヶ丘です。照明と火が入りました。上空は曇り空ですが若干夕日も見えてきています。雲が取れて青空も見え始めてきています。東京都北区の味の素フィールド西ヶ丘です。2位日テレ対3位アイナク神戸、この直接対決、白熱したゲーム、後半戦です。田中美奈のシュート、キーパー、いや後半早々エースの田中美奈が見せてくれました。左足強烈なミドルシュート。前半はわずか1本にシュート抑えられていました田中美奈。後半何かチーム全体に喝を入れる、そんな強烈なミドルシュートでしたが、ここはキーパー竹中玲のファインセーブ。得点ランクトップ19ゴールの田中美奈です。両チームとも前後半で選手の交代はありません。アイナク神戸、左から森谷が上がってきた、切り返して右足でふわっと柔らかいボールは、ここはオフサイドになります。日テレベレーザはゴールキーパーが山下彩香、そしてディフェンス4バックが右から有吉、土光、清水、宮川、そしてワンアンカーボランチに三浦成美、そして中盤菅野音、小林理香子、右のサイドに籾木優香、左に宮沢ひなた、最前線ワントップ田中美奈です。今日もなでしこジャパンの長谷川唯はベンチスタートです。日テレベレーザです。ベンチには長谷川唯ほか遠藤純、植木理子と現役のなでしこジャパンメンバーも攻撃には顔を揃えているという日テレベレーザです。先手を取られているホームの日テレベレーザ、前節神戸が浦和に勝ったということもありまして自力優勝が復活、一試合消化が少ない中で勝ち点浦和とは3ポイント差、その状況ですから日テレベレーザとしては落とすことができない、そんな試合、1点ビハインドです。一方のアイナク神戸レオネッサはゴールキーパーが竹中麗、4バックが高瀬、三宅、三浦、皐月、森谷、雅、ボランチが杉田ひな、伊藤美希、2列目が中島、マスヤ、八坂芽、最前線ワントップが岩渕真奈となっています。前半を終えての両軍指揮官のコメントが入ってまいりました。日テレベレーザの永田監督です。守備の際味方との距離感をもう一度確認して対応しよう、チャンスは必ず来る、落ち着いて必ずものにしようと、そんな話です。日テレベレーザ永田監督です。キーパーの山下に下げます。一方アイナク神戸の鈴木俊監督はもう一回引き締めること、クロスに入る人数を増やす、クロスをシンプルに、前半にやっていたことを続けてやること、もう一点取りに行くことと話しています。
左サイドから日テレベレーザー、もみき、縦につけて田中美奈が前を向く、体を入れた伊藤ですか、失礼、八坂です。あ、そして岩渕がいい反転をしてそのままボールを受けます。左サイドでボールを持って岩渕が上がって、前はマスヤもいる、岩渕が仕掛けてマスヤに通すか、マスヤに渡った、岩渕が追い越しをかける。ここは神戸攻撃人数かけられるか、ボランチの伊藤が仕掛けてボックス内に入った。ここは日テレの選手に当たったか、いや、ゴールキックです。味の素フィールド西ヶ丘、今日は日テレベレーザが、まあ、なんとしてもこの観衆5000人を達成するぞというそんな意気込み、もう試合前から立ち見が出る中、ゲーム自体も白熱したエキサイトしたゲーム、もう観客席は座るところがほとんどない状況。日テレベレーザの清水梨沙選手がオリジナル T シャツ、来場5000人無料で配布されるオリジナル T シャツの、まあ、デザインも担当して、このアイナック神戸レオルネッサとの大一番盛り上げています。国内最高峰の女子サッカーにふさわしいこの名門の日テレベレーザとアイナック神戸レオネッサの一戦、0対1リードしているのは神戸です。縦に入った田中美奈、ここはチャンス、足を入れた16番の三浦さつき、早稲田出身のルーキーがこの日テレの、いや、日本代表のエースストライカーの田中美奈を今日はマンマークの状況、果敢に止めます。小林加子は今度は右から仕掛ける、もみき、小林が下げて清水が左に振る、そして宮沢ひなた中に入れて三浦成美、ミドルレンジですが右にはたいて有吉、ワイドを取っているのは右、小林に囲う、ここで仕掛けるか、森谷との1対1、切り返して下げて有吉がクロスを入れる、このボールはルーズになっているぞ、森谷が1回出します。日テレボールのスローインです。日テレが圧力をかけていきます。日テレはフィードプレイヤー全員神戸陣内に入っています。ここでトランジション、神戸ボール、岩渕はカウンターに持っていけるか、1人2人、囲んだ、日テレがすぐ取り返した、もみき、菅野、いや、素早いスプリントでここで宮沢に通ってパスが送った、が竹中止める、田中美奈には通らない。目の前にいるベレーザのサポーターも全員手を上に上げる状況でした。あともう半歩ボールが早く入っていれば田中美奈ワンタッチゴールも狙えたというそんなシチュエーションでした。両軍ともにチャンス決定機のシチュエーションは前半からたびたび作っています。ただスコアは0対1アイナック神戸レオネッサ、森谷みなみの前半3分のゴールです。それのみ、宮沢仕掛ける、双方の応援のボルテージも一層上がっています。後半は共にサポーターがいる方向に向かって攻めていく、そんな形になっています。まあ、歓喜のゴールをサポーターとともに味わえるのはどちらになるのか。次の1点は日テレの同点弾か、それとも神戸の追加点か。有吉、右小林に囲う、ただ神戸も蓋をします。杉田、ワンタッチで田中美奈受ける、田中美奈にはあっという間に2人に囲まれます。八坂明がここまで下がってボールキープ、そして中島ワンタッチ左が空く、反転して伊藤が左に振ってマスヤリか、追い越しをかける森谷ですがここは中央に送ってスルー、そしてこれが八坂にとってシュート、キーパー山下が
抑えます。最後は背番号28八坂芽生でした。神戸も選手がポジションを入れ替えながら攻撃をしていきます。どうやら後半に入って八坂芽生が右で左に中島がポジションを取っているような形になりました。アイナック神戸レオネッサ、日テレベレーザも右のワイドに小林理香子、もみき優香が若干トップ下の位置に陣取るというような格好になりました。選手交代はまだ両チームともありません。右のサイド、今11番の小林理香が受け取って有吉がついていくが、小林が仕掛ける、クロスを入れる、ここはキーパー、これはモリアに当たってコーナーキックになりました。日テレボールです。ベレーザキッカーはもみきです。これはインスイングのボール、ゴールに向かってくるボールになります。センターバックのドコーや、さらにはドコーも入ってきました、有吉も入ってきました。あ、かなりこのキーパーの前にこのベレーザの選手が囲んで竹中が飛び出せないような形にしています。もみきのキックはふわっと、これファーサイドが激しい競り合い、頭同士がぶつかったが9番のマスヤ、ただ立ち上がります。すぐ立ち上がって日テレベザーボール入ってからパンチング、竹中こぼれた、浮かせて、これがバーの上でした。最後は三浦鳴海か、背番号8の三浦鳴海のこのループ気味のミドルシュートでしたが、これはバーの上でした。味の素フィールド西ヶ丘、2位日テレベレーザと3位アイナック神戸レオネッサ、勝ち点3ポイント差同士の直接対決です。今日は先に行われたアルビレックス新潟レディースと浦和レッズレディースの試合、浦和レッズレディースが1対0で勝利を収めました。一足早く勝ち点を36まで首位の浦和が伸ばしました。その関係で神戸に関して言うと、さあここは左サイド宮沢、高瀬がつくが宮沢が仕掛けていく、高瀬が体を入れてまだボールは残っていく、いる、日テレボール、菅野音、アイナック神戸に関して言えばもう現時点で浦和レッズレディースとは勝ち点9ポイント差になりました。右から小林に加工、ですので神戸は今日勝たなければ優勝が完全になくなってしまいます。なでしこリーグは今日を入れてもう残り3試合です。アイナック神戸、あとここも激しいチャージに行く、ただ日テレ今度は左から宮沢に渡った、宮沢カットイン開始するが神戸がクリア、後半に入ってアイナック神戸の鈴木俊監督、テクニカルエリアで腕を組みながら戦況を見つめています。この浦和レッズレディースがもう勝ったという情報がこの選手たちにもたらされているかどうか、とにかく神戸は他のチームの浦和の成績に関係なく、全勝するしか大逆転での優勝はないと思うんですが、そんな中でなおさらこの日テレベレーザとの一戦は
もう勝たなければもう今シーズンリーグ優勝が完全に消滅するというそんなゲームになりました。現在0対1とリードしているアイナック神戸、一方の日テレベレーザとしても自力優勝が復活、一試合消化試合が少ない中で浦和と並べる可能性がある、そんな中でこの試合をもし落とすとなると史上初の5連敗に向けて再び黄色信号がつくという状況になります。そうはさせじと日テレベレーザ背番号14が準備をしました。もうピッチに入る準備ができています。長谷川唯です。永田監督最初の交代回答は長谷川唯、小林理香子はクロスを入れる、ここはクリア。背番号17菅野音に代わって14番長谷川唯が入ります。日本代表のプレーメーカー長谷川唯が入りました。カナダ戦で腹部を負傷したということもありまして、まあ、前節は出場を見合わせた長谷川唯であります。このアイナック神戸との大一番、61分から登場していきました。最初の交代カードは長谷川唯、長谷川ファーストタッチ左に振る、そして自ら受けるボックスに入った、長谷川切り返すクロスを入れ、このボールはディフェンスに当たった。長谷川果敢にボールにも追っていく、最終ライン。ただ神戸としてもこのすぐにカウンターを狙いに行く、そんな状況。逆サイドいい展開です。宮沢ひなたに渡りました。そして長谷川に収まって田中に通ったシュート、ナイスキーパー竹中よく出てきた。今度は左足で防ぎました。絶妙なタイミングで出てきました竹中。またここで田中美奈に渡る、田中美奈うんとちょっとボールがこぼれたところ、すかさず神戸が取る、右に振ってボールが出るか出ない、戻すチャンス決まった、同点ゴール、もみきゆうか背番号10右足でもみきゆうかが決めました。粘ってボールをつないだ日テレベレーザー、大きな同点弾、もみきゆうか今シーズン3点目。サイド際小林理香子がボールを戻して、そこにいたのはもみきゆうかでした。右足で押し込みました。竹中玲の再三再四のファインセーブ、ついにゴールを破りました。日テレベレーザー1対1。長谷川唯を投入して攻撃を活性化し始めた日テレベレーザー、その幸先よく長谷川が入ってわずか2分で同点ゴールが生まれました。ゲームは振り出し1対1。長谷川有吉
もみきゆうかがもう完全にトップ下の位置です。前半は右のサイドでしたが、まあ、この後半今もう長谷が入ったということはありまして、もう左のミッドフィルダーなりました。長谷川、いや中央が中盤が長谷川ともみきでのゲームメイク、なでしこジャパンでのゲームメイクです。日テレベレーザー、まあ、ただ対するアイナック神戸レオネッサもボランチは杉田や中島、A 代表の選手を抱えています。アイナック神戸も最初の選手交代をするようです。鈴木監督が動きます。背番号14、強川舞が入る準備ができています。右から小林理香子下げて、あとここはトランジション神戸ボール、強川舞がもう入る準備。さらに日テレベレーザも2人目いきます。背番号18の遠藤純が同じく入るようです。永田監督も動いてきました。さらにやはりもう攻撃の駒は十分揃っています。日テレベレーザ長谷川、あっとここも奪われない。そして小林理香子、低いボール、もみき仕掛けるか、仕掛けていく、体を入れた森谷ですが、森谷ここはボール出ます。さあここで選手交代入ります。まずアイナック神戸レオネッサが八坂芽生に代わって強川舞が入ります。前節は浦和戦で途中出場ながら値千金の決勝弾を決めています。強川舞、そして日テレベレーザも遠藤が入りました。宮沢ひなに代わって遠藤純が入ります。なでしこジャパンからなでしこジャパンへの交代ということになります。遠藤純はそのまま宮沢ひなとのポジション、左のウイングの位置にいます。そして神戸の方は強川舞が最前線になりまして、岩渕真奈が左サイドに入るような布陣です。縦パス送った、激しいチャージ、クロスを入れる、中島、そしてマスヤカバーに入りました。ボールは日テレボール、早く始めます。後半も半分が過ぎています。1対1の同点です。日テレベレーザが62分に同点に追いつきました。ただ双方ともに勝ち点3しか求められていません。引き分けでは浦和レッズレディースを利するだけになります。今日第16節先に終わった浦和レッズレディースは勝利を収めています。勝ち点を36まで伸ばしました。現状ベレーザが30、アイナック神戸は27です。
岩渕、ここはつながりません。中央、三浦、長谷川、右に振って小林、長谷川仕掛けていく、ボックスに入った、森谷がつく、長谷川に2人がついていきました。神戸ここはクリアですが、すぐに土光が取ってミドルシュートを狙っていきました。背番号4、土光迷う。カナダ戦にも招集されました、なでしこジャパンメンバーに加わった土光迷です。70分が過ぎました。残り20分の攻防に入っています。味の素フィールド西ヶ丘、なでしこリーグ1部の第16節です。ここはオフサイドがありません。京川が行く、京川仕掛けるが、シュートが左に外れる。前節途中出場浦和戦、大きな仕事をした京川舞、同じように鈴木監督はこの交代のカードとして今日も京川を使ってきました。共に勝ち越し点を奪うため攻撃的な選手を投入していきます。ここはオフサイドになります。日テレベレーザー最前線は田中美奈を頂点に、右に背番号11小林理香子、そして左には18番の遠藤純です。そして中盤ワンアンカーが三浦成美ですが、その前に籾木優香と長谷川優衣が試合を組み立てます。フォーバックは有吉、土光、清水、そして左のサイドバックに宮川麻人です。田中美奈がこの位置でボールを受けます。クロスを入れるが、中はクリアです。日テレボールのスローイン、日テレ取り返す、有吉、これはファウルになりました。一方の神戸、神戸は最前線にこの強化は前です。左サイドバック森谷、この選手が今日先制ゴールを決めています。センターバック三浦、そしてなでしこジャパンの三宅、縦入った、左がこのボールが長い。後半はテクニカルエリアで戦況を見つめるこのスーツ姿の鈴木俊監督、アイナック神戸レオネッサ、鈴木監督は意地を見せようというのを話しています。アイナック神戸、今日勝てばまだ優勝の可能性は残されます。ただ引き分け以下ですと完全に優勝の可能性がなくなってしまう状況。森谷懸命に追いかけていく、膝の大きな怪我から復帰してこの試合は先制ゴールを挙げています。森谷雅、おっとここはマセが行く。かなり神戸も前線に人を残すようになりました。京川がトップにはいるんですが、そのすぐ下に、岩渕がトップ下、左にマスや右に中島といった布陣になっています。ツーボランチは杉田と伊藤です。
ただ岩渕も最前線に顔を出してくるという状況、まあ、ツートップに場合によってはなっているかもしれません。アイナック神戸、互いに得点が必要です。引き分けはいりません。欲しいのは勝ち点3のみです。長谷川、ここでトランジション取り返した。神戸、岩内、前を向く、右には中島だ。中島がここはフリーで受けて左でクロスを入れる。逆サイド、マスヤ、柔らかいボールはキーパー山下。鈴木俊監督もちょっと首をひねるような格好でした。そして一気にこれが田中美奈に通ればチャンスですが、田中美奈、三浦をかわした。競り合い激しい、なんとか抑えた。切り替えが早くなりました。75分が過ぎています。残り15分、小林理香子、ボックス内に入りました。クロスを入れる。強化は受けて伊藤、そして左に岩渕真奈、オフサイドはありません。左で受けます。急いで入ってくる神戸の選手、中島強化は、そしてマスヤに渡す。マスヤはこのボールは通るか、オフサイドです。マスヤから中島へのボールがオフサイドになりました。中島、今日は先制点のアシスト、右サイドからのクロス、森谷のヘディングシュートをお膳立てしました。キャプテンマーク、なでしこジャパンにベレーザからは現在11人、アイナック神戸からは5人、まさに日本の女子サッカーを牽引する両チームがガチンコの対決。2位の日テレと3位のアイナック神戸、必然的にこう優勝争いには落とせない。そして状況として首位の浦和が今節勝っている以上、勝ち点3しか求められないゲームになっています。77分過ぎました。小林加工、田中美奈、伊藤がつく。田中美奈強い、取られない。右に振って小林加工ですが、森谷がここは出させました。アイナック神戸のゴールキックに変わります。そして日テレベレーザは3人目の選手交代になりました。背番号11、小林理香子に代わって19番、植木理子が入ります。植木理子が入ります。19歳ながらフランスワールドカップのメンバーにも選ばれた植木理子が投入されました。やはり最後のカードも攻撃的な選手、惜しみなくこの A 代表を支える選手を投入していきます。永田監督、長谷川、遠藤、植木、メッセージは勝ち越し点を奪うことです。クロスが入って、これが通るか、落としてシュート、誰もいない。いい落としがありました。神戸、一方今度はベレーザ、田中美奈、長谷川、そしてこの位置に植木理子です。植木理子は小林理香子がいた位置になります。早いリスタート、長谷川切り返す、左足でクロスはヘディング設定、田中美奈に渡った。田中チャンス、ここは腕に当たったんじゃないかというジェスチャーですが、主審の岩木さんは取りません。日テレ攻め立てます。一段とゴール裏、サポーター、緑の軍団のボルテージが上がってきました。長谷川、長いクロスですが、ここは高瀬のヘッド、三浦、
浮かせて植木受けて反転シュートに行く、これがこぼれたポストか、まだあるか、クリア出しました。大きなシーンでした。そして神戸のカウンターか、神戸日テレ戻ります。いや場内騒然とするシーンがありました。日テレあわや勝ち越し点かというところでした。左森谷、ただ神戸も懸命なディフェンス、ここでシュートに行くが最後は背番号8杉田ひなです。左利きの選手ですが右でシュートを打ちました。80分が過ぎました。1対1の同点です。先制点は3分にアイナック神戸、森谷みやび。ただ62分手元の時計で日テレベレーザが籾木優香のゴール、同点に追いついています。1対1、日テレは選手交代3人を終えて、ここで植木がスピードアップ、一気にゴール前に入ってきた、体を入れた5番の三宅、そして笛が鳴る、これは外、岩木さんの判定は外、5番の三宅しおりとしてはなぜファールなんだというそんな表情。もうギリギリボックスのすぐ外からのフリーキックになりました。日テレベレーザ緊迫したシーンが続きます。この間永田監督は三浦鳴海に指示を与えています。有吉に指示を与えていました。フリーキックのキッカーはもちろん籾木、さらには背番号14の長谷川もいます。壁は6枚です。どちらで行くのか、かなり近い位置からの直接フリーキック、籾木で一旦巻いてくる、ヘディング合わせたがバーの上、最後は背番号4度コーマヨ抜けていきました。オフサイドでもありませんでした。ただバーの上に越えていきました。日テレベレーザの大きなシーンでした。82分、1対1の同点、ベレーザが同点に追いつき、さらに圧力をかけ勝ち越しのチャンスをうかがっています。一方の神戸、鈴木監督は一人強化は前を投入されましたが、それ以上の選手交代はありません。日テレの猛攻、今は耐えるような格好、その中でカウンターを狙うアイナック神戸という構図になっています。ここで切り返せるか、杉田カウンターに打って出るか、ただ日テレもボールダッシュのこの基準も速い、体を入れる、神戸のカウンターを許さない、必死にボールを追いかけていくのは強化は前です。強化は前、浦和戦のように蜂の人差しはありますでしょうか。左サイド、このボールは竹中が出ていく、ナイスディフェンス、再三再四ピンチを救っています竹中で。ともに両チーム守護神はなでしこジャパンです。ここでマスヤ縦パスが入る、キーパーが出てきたが、山下よく出てきました、間一発でセーフです、ただ神戸ここも奪い返せるか、激しいボールチャージの展開になりました。ワンタッチ、そして森谷、杉田、神戸強化甘い、前を向けるか、どこがカバー、
間もなく85分を迎えます。田中美奈前奥が三宅、なでしこジャパン対決、スルーパスが通るか、植木体を入れた三浦さつきか森谷みやびです。怪我が明けて必死のディフェンス、今日は得点も取ります。体を張ります森谷みやび。コーナーキックは日テレベレーザです。緑の大応援、目の前にサポーター、もみきゆかのキック、近くには長谷川優衣もいますが、ここは少し変化をつけてくるのか。有吉、さらにはどこもいるが、もみきが蹴ってくる、ヘッドはこぼれてクリアです。アイナック神戸、清水、そしてあんとここで取り返した、ワンタッチ、カウンターに行けるか、強川へというところですが、キーパーの山下、日テレボールです。観衆が発表されました。今日は4496人です。前を向いた日テレ、ここで仕掛けてシュート、左にそれていきました、遠藤純です。代わって入った遠藤純、遠藤ここまで今シーズンは5得点を奪っています。永田監督も再びテクニカルエリアに出てきました。時間がなくなってきました。アイナック神戸の鈴木俊監督はずっとテクニカルエリア最前線で、時に腕を組みながら、そして顎をつきながら、触りながら戦況を見つめています。ただ選手交代2人目以降はしていません。1人しかまだ変えていません。強化甘いを投入したのみ。アイナック神戸はこのままの11人で追加点を取らなくてはいけません。神戸は引き分け以下なら今シーズンの優勝がなくなります。一方の日テレベレーザも浦和が勝った以上、今節引き分けですと苦しくなる。クロス、田中美奈左に抜けていきました。いやー、左サイド突破、最後田中美奈に何か当たるようなシュートでしたが、左に抜けていきました。田中美奈チャンスメイクはします。ただ自身がこの決定的なシュートを打つには至っていません。まあ、ここ5試合で10得点を挙げている田中美奈を神戸としては抑えている状況にはなっています。ただ日テレベレーザの圧力もかなり激しい。ここでシュート、キーパー竹中、ミドルシュートは上切り子、ここも竹中抑える、何度となく抑えます。早いリスタートでいくのか日テレベレーザ。時間がなくなってきました。88分過ぎています。均衡は再び破れるのか、勝ち越し点はどちらかに生まれるのか。優勝争いの上でもこの結果どう転ぶかがとても大きくなります。今シーズンもみきのキック、切り返す岩渕、ドリブル突破、長谷川がつく、三浦も行く、なでしこジャパンが同士が意地を見せます。バチバチとした展開、5000人には今日は到達、今年も到達することはできませんでした。しかし4496人が固唾を飲んで見守っています。このゲーム、さあ遠藤に渡った、フリーで受ける、クロスを入れてディフェンスに当たってコーナーキック。このタイミングでアイナック神戸が2人目の選手交代入れます。アイナック神戸、さあ24番の水野吹奈が入るよ準備をしていますが、まだこの段階ではこのコーナーキックでは入りません。日テレベレーザのコーナーキック、追加タイムはまだ表示されていません。キック入った、竹中クリア、
追加タイムがどれだけ残されているか。まもなく90分を迎えます。1対1の同点です。清水のカバー、岩渕が追いかけていく。アディショナルタイムが2分という表示になりました。追加タイムは2分です。90分過ぎました。日テレ、アイナックともに勝ち越し点は奪えるのか。左から仕掛けていく、グラウンダーのボール、前を向いた遠藤純、一度出します。ここで水野吹奈が入ります。変わるのは背番号5、三宅しおりです。アイナック神戸、ここで今日2人目の選手交代です。神戸はもう勝たなければ今シーズンの優勝がなくなる、そんなシチュエーションです。一方の日テレも何度も申し上げていますが、浦和がすでに勝ち点を36にしてますので、今日引き分けですと、まあ、非常にこの優勝が難しく、優勝がまた難しくなります。黄色信号ということになります。縦に入った田中美奈、下げてこのボール、遠藤、中に4人入っていく、ディフェンス当たってコーナーキック、何度もコーナーを取ります。あっと、そしてもう清水を残してフィールドプレーヤーがもう全員入っていきます。清水とキーパーの山下残して、もう前がかりです。ベレーザ、ゼガキでも1点を取らなくてはいけない。追加タイム目安はもう2分です。1分40秒過ぎました。遠藤のキック、ヘディングは逆サイド、まだある、もみき、クロスを入れる、ヘッド決まった。日テレベレーザー値千金の勝ち越しだ。アディショナルタイムに決めた。これがベレーザ劇場、背番号19、植木理子、19歳の若武者が大きな仕事をやってのけました。2対1、史上初の5連覇へ、日テレベレーザ追加タイムに勝ち越しだ。2対1、もう時間はほとんどありません。今いわき主審が時計を見ました。もうほとんど時間はありません。前へ蹴り出します。アイナック神戸、粘れるか、意地を見せる鈴木監督の言葉、ボールがタッチを割りました。いわき新、再び時計を見ます。追加タイムに植木理子の勝ち越し弾。その植木背負って左につなぐ、遠藤、試合終了の笛を待つ、そして大きな笛が鳴りました。味の素フィールド西が丘、日テレベレーザ劇場、アイナック神戸とのライバル対決、アディショナルタイムに明暗が分かれました。2対1、日テレベレーザ逆転勝利、史上初の5連覇へ、首位浦和レディースを追い上げます。最後の最後で再びアイナックゴールをこじ開けました。植木理子のヘディングシュート、二
日テレベレーザー苦しい試合でした。立ち上がりの3分にアイナック神戸に先制点を許しました。森谷みやび、その後前半チャンスはありましたが得点できず、後半に入って長谷川優衣を投入して62分にもみきゆうかのゴール、そして追加タイム、もう残り目安は30秒切った段階で猛攻撃をかけまして、最後はもみきのクロス、ヘディングシュートを決めたのは植木理子。なでしこジャパン、日本の女子サッカーを支える若い選手たち、伝統の日テレベレーザで大きな仕事をしました。2対1の逆転勝利、アイナック神戸レオネッサを下しまして、これでベレーザは今シーズン初の3連勝です。首位浦和レッズレディースが今日勝って勝ち点36、そしてベレーザが勝って勝ち点33、ただベレーザは一試合消化が少ない、今度の水曜日23日にジェフレディースとのこの一戦、もし勝てば得失点差で首位に躍り出ることができます。首位を奪い返すことができる状況が整いました。自力優勝の可能性を残しました。その舞台を整えたのが味の素フィールド西ヶ丘、今日は5000人を目指して、最終的には4496人でしたが、大勢の緑のサポーター一丸となってベレーザを後押し、最後アディショナルタイムのドラマを生み出しました。2対1の逆転勝利。ヒロインタビューです。ヒロインインタビューが始まります。もみきともちろん植木、ゴールを決めた2人です。今日は協賛スポンサーの援助もありまして、来場者にはこの今真ん中の方が来てらっしゃる、スポンサーの方が来てらっしゃるこの黒い T シャツ、これを来場者先着5000名の方に無料で配布する、そんな企画も実施しました。大勢のこのサポーターの力も得ながら、日テレベレーザー、リベンジ5000人、その数字5000人には到達しませんでしたが、4496人、試合開始前から立ち湯が出る、そんな空間を味の素フィールド西ヶ丘に作りまして、その最高の雰囲気の中で最終的にはアディショナルタイムの逆転弾、そんなドラマを生み出しました。これが史上初の5連覇へ大きな力になることは間違いありません。一層ギアが上がりました。最後の中にボールを中に入れて
とうございます。さあ今日は森木選手プロデュース大学戦選手プロジェクトを目指していましたが、最初の驚きは驚きましたが、4496m 本当にたくさんのところがこの西川にお越しくださいました。プロデューサーとして改めて皆さんに感謝の思いをお願いします。本当にたくさんのヒロインインタビューをお届けしました。もみきゆうか選手、そしてアディショナルタイムに劇的な勝ち越し弾、決勝弾を決めました植木理子選手でした。日テレベレーザーアイナック神戸レオネッサを倒しまして、まあ、3位アイナック直接対決を制しまして、これで勝ち点33、今日浦和レッズレディースも勝って浦和レッズレディースが36ですので3ポイント差。ただ一試合消化が少ない日テレベレーザ、来週の23日の水曜日に行われます、延期されていた第11節ジェフ市原千葉レディースとの一戦で勝ち点3を取れば、勝てば首位に躍り出る、得失点差で上回っている分首位に出るという、そんなシチュエーションを作りました。史上初の5連覇へ、今日のこの味の素フィールド西ヶ丘のゲームが大きくものを言うのは間違いありません。大きな力をベレーザとしては得たという、そんなゲームになりました。まあ、今日の結果をもちまして優勝争い2019シーズンはなでしこリーグ一部は浦和レッズレディースか日テレベレーザの2チームに絞られました。アイナック神戸、3位レオネッサ、勝ち点は27止まり、そして4位がジェフ市原千葉レディースが26ということですので、もう3位以下のチームは優勝の可能性が、3位4位のこの神戸と市原ジェフも優勝の可能性がなくなったという形になりました。浦和と日テレの一騎打ちという、まあ、残り2節での状況ということになりました。そんな中第16節味の素フィールド西ヶ丘から2019プレナスなでしこリーグ一部日テレベレーザ対アイナック神戸のレオネッサの一戦をお伝えしました。改めて結果は2対1、日テレベレーザが劇的な逆転勝利を収めました。2019プレナスなでしこリーグ一部は各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信しています。次回は10月23日水曜日午後7時キックオフです。延期されていた第11節 J
ジェフユナイテッド市原千葉レディース対日テレベレーザの一戦を福田電子アリーナからお伝えします。ベレーザが勝って首位に躍り出るのか、はたまたジェフ市原千葉が意地を見せるのか、そんなゲームになっています。なでしこリーグ一部今シーズンもいよいよ大詰めです。残り2節となっています。過去の試合の見逃し配信も行っていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。今日の試合実況担当は滝沢雄一でした。それでは味の素フィールド西ヶ丘から失礼いたします。